さ、北京ダック、これ大丈夫かいって。ということで、どういうことでなんだ。ということで、どうも、俺です。さあ、やっていきます。すごい。大丈夫、嫌な予感しかしないんだけど、北京ダック。な、おやっさん。おやっさんのおやっさんが、北京ダックでな、大変なことになったから、ここか？ここっぽいな、なんか。ここだろう。中華料理。全然違うし、どこ、これ、ちょっと待って、どこ、遠いな。あ、終了してんじゃん。これ、助かったってことだ、逆に。マジだよ。おい、誰かいるのか。迷惑、迷惑者、ヤクザ。あとちょっとで、新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてだろ。そうだな。まあ、でもコンビニとかは空いてるけどね。また連れてきてやるよ。約束だ。おー、まあね。今日しか最後じゃないからな。だから北京ダッカも最後かもしれない。北京ダッカもフラグかもしれない。やめとけ、逆に。なんだ、なんだこいつら。いい年越ししろよ、ご両に。一番、前から言ってんだろ。ん？すみません。どうした、声がでかい。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。僕とか歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。あ、なんか北京ダックはお預けってことで、いつものおでん。あ、そのおでんもいいな。なんかあったよな、3でもな、ヤクザ舐められちゃいけねえみたいな、はるかのあれでね。どうした、一クソでも漏れそうなのか。知り合いか。うるせえ。てか家か。昔の。たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分がヤクザってなんかある意味出家みたいな感じじゃないの。こんなとこで生まれ育ったっつうのも本当だよな。特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れない。まあそうだな。でもこの人もね、旅芸人的な感じだったもんな。旅芸人とかなんか一座みたいな。ある意味それも超レアだもんな。まあ、あんま変わんないか。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれた。あ、じゃあもうすぐ24か。だいぶ若いな、そう思うと。そんじゃ。大丈夫だったお袋が、出産直後に俺を置いて消えた。嘘だろ。てな話は、だいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんでガチ父ちゃんな。でも血のつながりは。あ、違うのか。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。普通にいい人だな、そう思うと。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。いっぱいいるじゃん。どういう、俺はこの町の奴らに育てる。どういうあれ、教育。なるほど、もうここが本当に地元なんだな。カムロ町で生まれみたいな。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。クズではないけどな。じゃあ俺もそのクズの一人。ヤクザはな。おやっさんも違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。どんな、そんなに浸水してるの。今度は王様じゃなくて神様か。こういうのっていいライターモデルとか言われるんじゃないの。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。多いな、中学で出会うの。八神もそうだし、桐生ちゃんも。桐生ちゃん違うか。俺は高校にも行かず
当てもなく生きてた。かっこよくない？誰かで構わず喧嘩ふっかける。髪型か？一番かっこいいな。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあったろ。その日、あら、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。身を隠せ！その金で遠くへ行け、できるだけ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。何でしたの？ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことがある名前だ。だからってホラー吹いたのか。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出る。あら、よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中。悪すぎ。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ。今うちで柄を押さえてる。返してほしけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。これ来るってことだよな。つまりこともねえ荒川なんて男が見ず知らずな俺を助けに来るわけがねえ。ところがもうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。普通来ないだろうな。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。あら、待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。かっこいい。そうなったってうちのガキどこだ。かっこよすぎる。この殺し屋みたいな感じだな。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。どういう返答するんだこれ。じゃあ指一本でどうだ。え、外で知らない。返してもらう。文句ねえだろ。ガキンチョのために借りるぜ。帰るぞクソガキ。嘘だろ、どういう神経してんの。助けてもらってありがとう。ごまあ殴られるわな。殴られて済むぐらいならお前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいて。そうだよな、それが一番じゃないの。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。知らない全く。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった。すごいな、どういうやつなんだ。ミキプルーンの効果か。じゃあ指ないんだ。生えたんか。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら。だから嫌いなのか。先にやる杯はねえんだよ。嫌ってるというか
結構当たり強いのか。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中、またいますぜみたいになってんだろうな多分。これもう1年ぐらいってこと？お疲れ様です組長。あら、若誰こいつ。親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。マサトやん。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。ソープの店長。来い。はい。あれだから手袋してるのは、あれか。おやすさんに出会ってから100日目のことだった。100日間立ち尽くしてたのか。すごいな、1年経ったのかと思ったけど。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすさん。おう、老けたな。23には見えへんぞ。さっきのカップル、みんなこれしてんじゃん。何これ、こんな流行ったの。あ、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。こんな大晦日に、大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く止まってないで俺らと遊ぼうや。身の程を知れ。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おいお前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。いいな、いいセリフやな。このおじさんにぶん殴られる前にここから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。その方が身のためだぞ本当に。はあ、おたくらヤクザか。やっぱヤクザっつってもなんかビビんなくなってんのかな、この時代になってくると。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのね。確かにな。濃いっちゃ濃いけどな。おやさん、ここは俺に任せてください。おやさんの前で格好つけないよな。数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。めっちゃ動くやん。やっちまおうぜ。もう女の人逃げなさい、もう今のうちに。よし、もう逃げなさい、ほんと心つき程度。ミス。このままタイミング難しいな、なんかこれいくか。渾身パンチ。意外とまだ挑発すぎだ。しかし聞かない。挑発に乗らないと。挑発に乗れそうなタイプだけどな。あった。病院には行かないだろうけど、嫌な大晦日になるんじゃないこれ。なんだこのおっさん。おっさんで、おっさんなんもせへんよ。若い方へ。化け物だ。大丈夫か姉ちゃん。おい、おやさんに俺ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れない。なんかいいな。いいキャラやな。さてと、じゃあまた明日な。
21世紀になってもちゃんと組に顔出せる。もう20、はい、なくなんだな。21世紀になったら1日で意味深なセリフじゃない。なんかやっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。このもう一杯飲んだ時にタイムスリップして出た。懐かしい、あのガラケーにストラップ。ハッピーニューイヤー。今から23年前、くしくも春日が生まれた時のあれか。いいじゃん、こういうのもありだな。こういう年明けもありだな。召し上がって。え、マジで。お兄さん、お起きて。お兄さん、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ほんと危ない危ない。ちょっと身分証を見せてくれるかな。ないんじゃない、役者って。正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？免許は取れるんだっけ。ない、財布がない。いいわ、こっちは。さすられるわな。どうする、盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやっさん。警察の前でバリバリ起きてました。今から事務所に顔出せるか。わかりました、発毛ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにだ。なんか事件が起きたって、そういうこと、はい、の関係あるのかな。わかりました。不思議なんだよな、パッケージというか、あれの春日はなんかアフロみたいな髪型なんだよな。全然伸びてないからさ、おそらくもう年代的に多分キリュウちゃんとかと同じ年代を生きてるはずだから、この時代は多分そのあれなんだろうなっていう感じで。さっきの警官じゃない？プロローグに過ぎないんだろうなっていうのが予想なんだけど、新年早々、まあ新年早々だからかな。いや、なんか物騒な事件があったって言ってたよな、なんか。お前さん目立たないように、これ、なんか怪しいぞ、これは。物騒な、警戒じゃん。でかいな。でかいよな、やっぱり。裏道通って。ここか？荒川組。ちょっと待て。お前、どこの組のもんだ。どこって、荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったな。何、よくもやりやがってこと。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。警察の人、警察の人、ちょっとちょっと、いっぱいいないです警察。さあ、行くぞ。タイミングよく、その丸なんか押せない。カード、カードしたけど、なんか蹴ったぞ今、なんかもうなんか蹴ったぞ。むずいなこれ。今のビビって、足カスが頼む、そんなやつにビビるなって。ちょっと、カスが頼む、動いてくれ、動け、動くんだ。ちょっと、隙間からやめてください。まだカスが髪型隙間スイッチじゃないんだから、まだ隙間から攻撃しないでください。やっと攻撃できる。強いしかも、なんかなんか物持てるみたいなこと言ってなかったっけ。近くにね、こういうあれ、こういうのがあれば持たないじゃん。
持ってくれよ。金結構もらったな。結構か。強くなった気がするぜ。ちょっともらったな。覚えてやがれ。何があった坂木組と。何だったんだ。なんか事件あって、そこに坂木組って言ったら春日の免許証落ちてんじゃないの財布。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。なあ、そういうことじゃない。ここか。あ、いいぞ。こんにちは言うて開けまして。一番です。もう空気が重い。おやさん、おはようございます。空気重すぎ。おう、一座れ。はい。吸ってるね。イライラしてたのか。なんか。いいから座れ。あ、はい。何？何？何何何？あら。お前、坂木組はわかるな。まあ、今前から存じております。うちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は坂木組が近江とつながってるって噂から。近江連合か。近江って関西の。うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そうなんだよな。そんな奴らと坂木組は手組んでたんすか。坂木はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実だ。あら、それがバレて。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら坂木の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから坂木はうちを逆恨みするようになった。あ、それが過去の話ね。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。何かあったんだろうな。2時間ほど前ジョーから電話があった。2時間。あいつ榊の組員を弾いちまった。え、撃ったってこと。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通した。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。なんでや。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちに傘が入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。危ないんか。てか小指あるやん。曲がってたよね今。どうしようみたいになってるんか。ジョー、今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。あ、なんか嫌な予感。そういうことか。勤めに行ってもらえねえか、一。ええ、やだな。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職らしい。なるほど、これでね。喜んでやらせてもらいます。時が過ぎるのか。一、ね、でも桐生ちゃんと同じだな。無罪というか何の罪もなく。ここら辺はセルフオマージュ的な感じなんだろうな多分。でもちょっと嫌だな。なんかいいんか春日それで。
めでとうございます、兄貴。何が？よう、ミツ。何がめでたい？どうしたい？どうしたじゃないっすや。今日は正月&兄貴の誕生日じゃない。そりゃめでたいわ。そりゃめでたい。そうだったね。ちょっと、何寝ぼけてるんすか？その衝撃があんの、衝撃が。あ、そうで行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか？俺は行けねえから、お前行ってこい。うわ、これ、何ですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして、沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあ、そんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日、極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それより、ミツ、お前、今いくつだ？お前、いくつよ？え？二十歳で。見えなかったなぁ。ってことは、10年後は30歳、20年後は40歳か。20年とかな？なんすか、急に。キリちゃん10年だったよね、確か。ちゃんと飯食って、いい男になれよ。は？兄貴、熱でもあるんすか？また電話するわ。まあ、なんか寂しいな。最後の牛丼にしよう。ありか。ちょっとありだな。俺もちょっと牛丼の考えだ。マックかな。マクドーのコーラセットかな。ダブルチーズバーガー、ポテト、あと照り焼きもいっときたいな。もう最後なら。これがいけるでしょう。とコーラ、ファンタ、コーラ、コーラゼロ、これだな。今ちょっと気を使って、まあ牛丼もありだけど迷うな。これ絶対にこういうの見るとき思うんだ。犯罪だけは絶対犯さないって。明日も食いたいもん。どんだけ食うねん。でも食うよな。わかるぞガスが、気持ちは。これが最後の飯だもんな。しばらく食べれないと思うと。足りんのか。金持ってなかったぞ、そういや。無理やて。これがシャバ最後の飯かもしれねえからな。足りないって。さすがに時代が時代でも。牛丼並み、もう一杯。先払いか。はい、かしこまりました。ナミ町。悪いな。お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。うわ、そういう感じ。絶縁。絶縁。波紋的な感じだ。すまない、よそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが、波紋より重いんだ。今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。お前できんのか、そんなの。ありがとうございます。大丈夫か。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。もう大丈夫なのこれ。いや、その時はそういう覚悟はあったけど、だんだんこう現実が押し寄せてくるというか。はい、本当ごちそうさましてね。これで思い残すこともねえな。何読んの。美味しいですよね、牛丼。意味が伝わってない。よかった、美味しいって言ってくれたらね。店員さんもね、1月1日に働いた甲斐があるよ。タバコもない。おお、さっきのお兄さん、財布見つかった？さっきの人か。盗難届出すなら窓口に行ってね。警察の人、まさかだろうな、今の人も。逆にあの人アリバイ証明してくれた人じゃない。
被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。長いって15年は。